あなたも少し座らない？ランドソルの花もすごく綺麗。微精霊たちも喜んでるわ。少しお話ししましょう。この世界のことや、私の世界のこと。話したいことがたくさんあるの。そっか、コッコロちゃんも精霊たちとお話しできるのね。やっぱり他人とは思えないな。あら、花びらが髪についてる。取ってあげるから、頭をこっちに向けて。そうそう。はい、取れたよ。ねえ、またこのお花畑を一緒に見に来てくれる？精霊使いにとって、約束は何よりも大切なんだからね。コッコロちゃんって、賢くてすごく可愛いわよね。本当に私の妹だったらよかったのにな。こっちの世界に来てから、パックってあまり出てこないの。マナを使いすぎないように気を使ってるのかな。不思議なものね。マナもあって精霊もいるのに、見たこともないものがいっぱい。ここが異世界なんだ。軽くお散歩でもする？精霊の子たちとお話ししに行くの。それが、この子たちとの契約条件の一つだから。さっき街に行ったら、エルフの人を見かけたわ。もしかして、この世界にも、ハーフエルフっているのかな？さっきここを右に曲がって、あれ、さっきと違うところに出ちゃった。じゃあ来た方に戻って。待って、私どっちから来たんだっけ。どっちだったかしら。私右利きだから右を選びそうな気がする。でもさっきまでの私に聞かないと本当にそうかちょっと自信ないかも。あなたこそこんなところで何して。あ、わかった、迷子になっちゃったのね。それで心細くて私に話しかけてきたんでしょう。こらこら、リア、そんなわけないじゃない。変なこと言わないの。あ、パック、変なことってどういう意味なの？どういう意味も何も、この子は挙動不審なリアを心配してくれたんだよ。それで話しかけてきてくれたに決まってるじゃないか。挙動不審なんてことはありません。ただほんのちょっぴり道に迷っちゃっただけ。ほんのちょっとだけ右も左もわからなくなってただけなんだから。強がるところが可愛いよね、僕の娘。君もそう思わない？パック、はいはい、怒らない怒らない。だいたいリアが悪いんじゃないか。たまには僕に頼らず自分一人でちゃんとしてるところを証明するんでしょ。なのに僕は見ててずっとハラハラしちゃってたよ。だってこっちに来てしばらく経つし、私もいつまでもパックやラムたちに甘えてられないって。それは立派な考えだけど危ないからね。でもそうだな、あ、いいこと思いついた。ねえねえ君、今時間はある？リアに付き合ってくれないかい？ちょっとパックったら、困らせちゃダメよ。折衷案だよ折衷案。今日のリアは僕に頼りたくない日なんでしょ。
だったらこの子に頼るしかないじゃないか。でもそれってなんだかずるっこじゃないかしら。気にしない気にしない。それで君はどうかな、引き受けてくれる？ほら、この子はいい子だ。じゃあリアのことをよろしくね。もうパックったら言いたい放題なんだから。ごめんね、巻き込んじゃって。用事があるなら気にしないでくれていいから。そう、本当に用事はないの？そっか、それなら甘えちゃおうかな。実は一人で歩くのも寂しくて、そろそろ誰か話し相手が欲しかったところなの。そうなの、私たちもこっちに来てから何日も経ったでしょ。戻るまでもう少しこっちにいるなら、もっとちゃんとこの辺りのことを勉強したいなって。でも早速一人で困っちゃって。町の看板とか地図なんだけど、書いてある文字が全然違って読めなかったの。簡単な読み書きくらいスバルを見習ってちゃんと勉強しなくちゃダメね。はい先生、これからしばらくよろしくお願いします。なんだかへんてこね。あ、あれってもしかしてリンゴじゃない？リンゴじゃなくてリンゴ？すごくそっくりで、名前までそっくりなんて不思議。でもリンゴ？それとっても変な響きね。ちょっとかわいい。あ、猫。動物はこっちも似たような感じなのね。ほらこっちこっち、にゃーにゃーにゃーって、あ、逃げられちゃった。昔からあんまり動物は懐いてくれないのよね。え、うん、そうね、バックがいてくれるから、後でいっぱい背中を撫でさせてもらわなきゃ。楽しかった。いろんなものがあってやっぱり新鮮ね。ちょっと休んでいかない？よっこいしょ。たくさん歩いて疲れちゃった。でもすごく驚いちゃった。だってどこに行ってもあなたの顔見知りがいるんだもの。あなたとっても顔が広いのね。この町があなたの故郷なの？違うと思う？思うってなんだか変な言い方ね。記憶がないって、え、それ何にも覚えてないってこと？昔のこととか家族のこととかも覚えてないの？そう、そうなんだ。すごくびっくり仰天しちゃった。でも話してくれてありがとう。実はね、私もあなたとちょっと似てるの。私ちょっと長い間眠ってたことがあって、眠っちゃう前のこととかあんまり覚えてないの。だからずっと一緒にいてくれるパックが大切で、きっとあなたとコッコロちゃんの関係と一緒ね。そう、家族なの。なんだかあなたって不思議ね。思い出せないことがあって私はすごく不安だったのに、ケロッとして見えるもの。じゃああなたもいろいろと勉強中なんだ。うん、そうなのね。ねえ、もしよかったらまたこうやって一緒に出歩かない？頑張ってるあなたを見てたら、私もなんだかもっと頑張ろうって思える気がするの。あなたって
本当にすごく立派な頑張り屋さんね。うんうん、いっぱい胸を張っていいと思うの。私も見習わなくっちゃ。私もあなたみたいな立派な頑張り屋さんを目指すわね。すごいことをしたら褒めてもらいたいもの。あなたはもっともっと褒められていいぐらいなの。私もあなたみたいな立派な頑張り屋さんを目指すわね。そのためにもまずは方向音痴から直していかないとだね。もうこんな時ばっかり出てこないの。パックの意地悪アンポンタン。主様、今日はいいお天気で風も穏やか、絶好のお買い物日和ですね。サレンディア救護員の皆様には普段からお世話になっておりますから、たまのお買い物ぐらいはお手伝いしなくては。主様、とても立派なお考えだと思います。私も大いに感服しました。うんうん、そうね、私もすごく立派だと思うわ。はい、私も鼻が高いです。ところでエミリア様はどうされたんですか？簡単なお買い物ですから、主様と私だけでも十分な仕事なのですが。私もコッコロちゃんたちとお出かけしたいなって。サレンさんたちにお世話になってるのは私も同じだしね。それとも私お邪魔だった？いえ、そんなことはありません。私もエミリア様とご一緒できて嬉しいです。本当にありがとう、クッコロちゃん。いえ、あの、抱きしめるのはちょっと、同じエルフなんだもの。それにコッコロちゃんすごーく可愛いから。それは照れてしまいます。ですが、そうですね、エミリア様とはエルフ同士、森の外ではあまりお仲間とは会えませんから。なので私も仲良くさせていただけて嬉しいです。ただその、分かってるから、私もコッコロちゃんのこと大好きよ。分かってくださってない。主様、お助けください。エミリア様意外と力が強くて。主様、そちらの野菜を取っていただけますか？はい、ありがとうございます。はーい、独り占めなんてずるっこだものね。コッコロちゃんすごーく温かくて柔らかいの。主様、そちらの野菜を取っていただけますか？はい、ありがとうございます。コッコロちゃん、お買い物すごく上手ね。テキパキ動いててレムみたい。レム様と比べられるのは私も光栄です。まだまだレム様には遠く及びませんが、それにレム様のお話ではお姉様であるラム様はもっと優秀だそうです。私もまだまだ精進しなくては。そうね、ラムはやればすごくできる子だから。あ、主様ありがとうございます。
これで全部揃いましたね。ええ、よかった。それで最後に入れたのは、あ、ん？エミリア様、どうしてピーマンを元のカゴの中へ？そちらも必要なのですが。え、ピーマルなんてあった？私全然見てないし、すごく和訳ちゃん。エミリア様、ピーマルではなくピーマンのお話を。実はそうなの。でもみんな苦手でしょ。だってピーマルなのよ、緑の悪魔なのよ。口の中がイガイガしてみんな大変じゃない。なんとエミリア様がここまでピーマンが苦手でしたとは。主様、どういたしましょう。ふんふん、主様はピーマンは好き。そうですね、主様は好き嫌いのない方ですから。でもそれは私の料理のおかげですか。そんなもったいないお言葉です。ですが、もしかしたら一理あるかもしれません。え、コッコロちゃんがすごくお料理上手ってこと？そうではなく、調理法の問題です。これまでエミリア様が食べていたピーマン、それはピーマンの真の美味しさではなかったのかも。それってつまり。あっ、私ピーマルと緑の悪魔と戦ってみるわ。はい、私もお手伝いします。というわけで完成いたしました。ピーマンの野菜炒め、ピーマンのピーマン詰め、ピーマンのピーマンによるピーマンのためのピーマンです。緑色。コッコロ様が張り切っていらしたので、レムもお手伝いさせていただきましたが。見事なぐらい食卓が緑色になったわね。いろいろな味付けのパターンを試してみました。きっとエミリア様のお好みのピーマンが見つかるかと。あ、主様、そんなにこんもりと食べていただいて。食べてる。私も負けてられない。私もいただきます。確かにこれはレムも見習いたい姿勢です。そう、ピーマン好きにも嫌がらせに見えるけれど、私もいただきます。はい、どうぞ、エミリア様。ごくり、いただきます。はい、どうぞ、エミリア様。うん、いただきます。はい、どうぞ、エミリア様。姉様、姉様、エミリア様がなかなか勇気が出せません。レム、レム、あの様子だと。コッコロの方が残酷に見えるわね。どうですか、エミリア様。嘘つき。やっぱりどんな姿形をしても緑の悪魔。頑張りたいけど私には。そうですか、残念です。でも仕方ありませんね。コッコ
心ちゃん。エミリア様のためを思って私も腕を震わせていただいたのですが、そこまで苦手なのでしたら仕方のないことです。避けていただいて大丈夫ですから、どうかご負担に思われないでください。姉様、姉様、レムにもさっきの話の意味が分かりました。レム、レム、エミリア様の王の器が試されているわね。ええ、そうね、大丈夫、すごく美味しい、コッコロちゃんのおかげね。本当ですか？ですが、さっきは。違うの、さっきのは、そう、コッコロちゃんをびっくりさせようと思ったの。どう？びっくり仰天した？なんと、そうだったのですか。私もすっかり騙されてしまいました。ですが、よかったです。まだまだおかわりもありますので。え？おかわり？はい、エミリア様のために私の持てるピーマン料理の知識のすべてを。ありがとう。すごく嬉しい。すごく嬉しいから。私、お腹いっぱい、ピーマル食べるわね。はい、嬉しいです。あ、主様、おはようございます。朝は起こしに行けず申し訳ありませんでした。なんだか起きた時から少し熱っぽくて。ああ、あ、ありがとうございます。主様、倒れそうなところを支えていただいて。あら、おはよう二人とも。どうしたの？え、コッコロちゃんの具合が悪い？大変、ちょっと私に見せて。すごく苦しそう。熱もあるし辛そうだけど、うん、体の中のマナは騒いでないみたい。きっと溜まってた疲れが爆発しちゃったのね。コッコロちゃんすごく頑張り屋さんだから。こーら、心配なのはわかるけど、そんなにバタバタしてちゃダメじゃない。あなたは慌てないで救護員の中から熱さましの薬を探して。ここには子供も多いからきっとお薬が用意してあると思うの。その間に私がコッコロちゃんを部屋に運んでおくから。よいしょっと。いけません、エミリア様、そのようなお手間をかけさせては。ダメ、文句は聞きません。頑張りすぎて倒れちゃった子にこれ以上頑張らせてなんてあげないんだから。早く体調を治してまた元気になったら頑張らせてあげる。うん、主様。はい、よくできました。それじゃしっかり私に捕まっていてね。主様、エミリア様、ご迷惑をおかけしてしまって。そうね、
すごく立派。コッコロちゃんも心配しないの。ありがとうございます。そうよね、好きな人のためなら迷惑なんて思わないもの。ありがとうございます。うん、どういたしまして。お薬見つかった？って、なんでそんなにボロボロなの？薬を探してて、棚からいろいろ落っこちてきちゃった。でも、薬はちゃんと守ったって。あなたって、本当に何でも大冒険にしちゃうのね。うんうん、ありがとう。それじゃ、あとはこのお薬を飲ませてあげなくちゃ。そうね。コッコロちゃん、ちょっと頭上げてくれる？頭ですか？はい。それでどうすれば？こうするの。よっこいしょっと。エミリア様、これは膝枕よ。ほら、こうするとお薬飲ませやすいでしょ。はい、あーんして。うん、上手上手。あとは含んで飲み込む。3、はい。飲み込めました。よくできました。それじゃあとはゆっくり休んでね。少し眠ったらきっとすぐに元気になれるから。はい、ありがとうございます。やっぱりすごく疲れてたのね。こんなにすぐにぐっすり眠っちゃって。あなたもお疲れ様。コッコロちゃん、すぐに良くなるから安心して。あ、こーら、ダメじゃない。いくら嬉しくても寝てる子の近くで飛び跳ねないの。まったくもう。でもあなたの気持ちもすごくわかるから。あなたとコッコロちゃんは家族だもんね。家族のことで喜んだり心配するのは当たり前だもの。前にもあなたと家族の話をしたわよね。私、あなたとコッコロちゃんの関係少しだけ羨ましくて。私もパックがいるから寂しいわけじゃないの。ただ兄弟みたいな関係の相手は私にはいなかったから。だから兄弟ってどんな感じなのかなって、そんな風にぼんやり思ったりするの。私にお兄さんとかお姉さん、弟や妹がいたらどんな関係なのかなって。そんな。今の寝言かしら。コッコロちゃん、今何か言って。お姉様。みんなが家族。それってサレンディア救護員のみんなのこと？その中に私たちも入れてくれるの？ここのみんなが家族。そっか、そうなんだ。大変。私いっぺんに憧れが叶っちゃった。コッコロちゃんだけじゃなく、スズメちゃんやアヤネちゃん、クルミちゃんもそう。他のみんなも私の弟や妹ってことでしょ。サレンさんは年下なのになんだかすごくお姉さんって感じだけど、でもそれもすごく嬉しい。それにあなたみたいな可愛い弟までいるなんて。ダメだって、あなたコッコロちゃんのことであんなにあたふたして。
あれを見たらちっともお兄さんなんて感じじゃなかったもの。だからあなたは私の弟くんなのです。これからも何か不安なことがあったら私に頼ってね。よしよし、かわいいかわいい。ゆっくり休んで、また元気なあなたに会わせてね。それまでゆっくりおやすみなさい。朝、もう早く起きなくちゃ。リア、二度寝はダメな子の時間の使い方だよ。パック、おはよう。おはようリア。ほら見てごらん、今日もいい天気だよ。絶好のダラダラ日和だね。もうそんな意地悪なこと言わないの。ちゃんと起きて顔を洗って、それからリア、どうかしたの？ねえパック、私ってすごくダメな子じゃないかしら。急にどうしたの？リアは可愛いから大丈夫だよ。可愛いは正義だから、大抵のことは許されるんだよ。そんなへんてこな理屈知りません。そうじゃなくて、私なんだかお世話になってばっかり。サレンディア救護院に来てからも子供たちと遊んだり出歩いたりしてるだけで、ちょっとはこっちのことも勉強してるけど、それって私がしたいからしてるだけで、全然みんなの役に立ててない気がするの。そうかな。でもほら、食べたお皿を水場に運んでたじゃない。それはあやねちゃんとくるみちゃんもしてるの。そうじゃなくて、もっとラムとレムみたいにみんなのためにって。違うかも。私こっちでたくさんの人のお世話になったでしょ。だからみんなに恩返しがしたいの。またいつ向こうに戻るかわからないんだもの。なるほどなるほど、恩返しか。リアは真面目な子だからね、わかるよ。どうかな、みんなに迷惑じゃないかしら。そんなことないと思うよ。リアの気持ちがみんなに伝わってくれるといいね。僕もニャンニャカ応援してるよ。リア、頑張ってね。私頑張る。パックも見ててね。よし、シャカリキ張り切ってみんなへの恩返しを考えなくちゃ。リアの恩返しか。とりあえず変なことにならないといいけど、こんな時お父さんは辛いよ。それでパックにはあんな風に言ってきたけど、私にできる恩返しって何があるかしら。こういうのって簡単には見つからないわよね。救護員のみんなのためにいろんなお仕事を手伝ってみるとか。ダメダメ、それはラムたちがやってることだもの。私がラムとレムより家事が上手にできるなんてとても思えないし。力仕事、それもレムが片付けちゃうわよね。私本当に何にもできない子なのかも。魔獣、魔物とかそういうのをやっつけるお仕事なら得意そうなんだけど、でも外の魔物をやっつけてそれでみんなが喜んでくれるなんて変だし。
実は今すごく大変な問題で悩んでるところなの。もしよかったら相談に乗ってくれる？本当に嬉しい。ありがとう。実はね、私みんなに恩返しがしたいの。ほら、私たちがこっちに来てからもう何日も経ったでしょ。サレンディア救護員のみんなはもちろん、美食殿のペコリーヌたちとか町の人たちにもたくさんお世話になっちゃったから、それで恩返ししたいって思ったんだけど、私がみんなにできる恩返しってなんだろうって、それが思いつかなくて、それでずっと悩んでるところなの。私こういうことって初めてで、だから点で思いつかないの。ダメな子ね。みんなに喜んでもらえたら一番なんだけど。え？私が嬉しかったこと？それをしてみるのはどうかって？そっか、そういう考え方もあるのね。私がしてもらって、それで嬉しかったこと、こっちの世界の人たちが知らなくて、教えてあげたらびっくりして喜んでくれそうな。あ、私それ思いついたかも。ねえ、今から私がすること手伝ってもらえる？ありがとう。それじゃまずはお芋がたくさんいるわね。それで準備が済んだらみんなを呼びに行くのを手伝ってね。随分といきなりだったけど、エミリア様は一体何をお考えなのかしら。レムにも分かりません。ただ町の大勢の方々が集まっていらっしゃいますね。こんなにたくさん。人見知りのエミリア様がいつの間にこんなに大勢と知り合ったのかしら。ここしばらくエミリア様はよく出歩いていらっしゃいましたから、きっとその時に出会った皆様だと思います。ああ、そういえばそんなことしていたみたいね。あ、いたいた。ようやく見つけたわよ、あんたたち。あら、キャルじゃない。ペコリーヌ様とコッコロ様もご一緒されていますね。おいっす。ラムさんもレムさんもお久しぶりです。はい、ご無沙汰しております。お二人は今日はどうされたんですか？どうしたも何も、あんたたちのところのお姫様に呼ばれたのよ。いきなりのことで驚いたけど、ペコリーヌたちと一緒にいたから連れてこられて。キャルちゃんったら、照れちゃってこういうことを嫌がっちゃうんですから。実は主様も関わっておいでなのです。私も少しだけお手伝いを。ですからキャル様に無理を言って来ていただきました。それにしてもたくさんの人が集まってますね。これ全部エミリアちゃんたちが集めたんですかね。そのようね。エミリア様は何をするつもりで？姉様、そろそろ始まるみたいですよ。あ、こんなにたくさん。本当にみんな集まってくれたのね。ん？怖くないかって？少しだけ不安だけど、ワクワクしてる方が大きいの。手伝ってくれてありがとう。よし、それじゃ行きましょう。皆さん集まってくれてありがとう。今日はみんなにお礼が言いたくて集まってもらったの。今日まで私はこの町でたくさんの人のお世話になりました。そのみんなに恩返しがしたくて一緒にいろいろ考えたの。そしたら私たちがこの町に来る前にいた場所、そこの楽しい思い出のことを教えてほしいって言ってくれたの。へえ、あいつも結構まともなこと言うじゃない。さすがは主様、ご立派なお考え。私も鼻が高いです。ふむふむ、
前の場所のお話ですか。それは確かにとっても興味ありますね。姉様、どうされたんですか。レムもエミリア様のお考えはご立派だと。ええ、そうね、立派だと思うわ。ただそうね、少しだけ嫌な予感がしただけよ。なんとなくエミリア様にバルスの悪い影響が。だからみんなに楽しい思い出を作ってもらいたいの。そのためにみんなに伝えます、ラジオ体操の神髄を。ラジオ体操。やっぱりラジオ体操はみんなで一緒に気持ちよく体を動かす踊りなの。今から私がする動きについてきて。1、2、3、4。わわ、始まっちゃった。なにあの動き、面白い。待って、あやねちゃん。1、2、3、4。踊り？踊りっていきなりそんなこと言われても。あれ、キャルちゃんどうしました？もしかして踊るの苦手ですか？そうなのですか、キャル様。不安でしたら列の外にいていただいた方が。そうですね、その方が安全です。端っこでみんなの踊りを見ていた方が。別に苦手じゃないから、あれぐらい楽勝だから。ほら見てなさい。1、2、3、4。おー、ノリノリですね、キャルちゃん。さすがです。これは私も負けていられませんね。1、2、3、4。見てください、姉様。皆さん、ラジオ体操にすっかり夢中です。そうね、レムの言う通りね。スバル君のラジオ体操がこんなに。これはもはやスバル君の功績と言っても過言ではないのでは。それは過言ね。それにしてもバルスの時といい、どうしてみんなこの踊りが好きなのかしら。ラムにはわからないわ。両手を空に突き出して、ビクトリー。はあ、何それ。で、それもやるのみたいですね。せーの、ビクトリー。うわあ、スズメお姉ちゃん。今日はみんなありがとう。これで少しでも感謝の気持ちが伝わればいいんだけど。それとこれは最後の贈り物、ラジオ体操の大事なお約束事なの。わあ、これってお芋のハンコ？すごい、絵が彫ってある。ほんと、お芋に絵が。私もお手伝いいたしました。エミリア様との合作でなかなかの出来と自負しています。そうなの、私とコッコロちゃんの合作なの。合作、でもこれって何？わかるでしょ、見ての通りパックの顔を絵に彫ったのよ。パック、あの猫ちゃん。これ、あの猫ちゃんなの？ええ、すごくそっくりでしょ。あ、あ
なんだかよくわからないけど、喜んでもらえてよかった。あなたもいっぱい手伝ってくれてありがとね。お芋のハンコ失敗したのみんな食べてくれたでしょ。お腹パンパンになってたのにラジオ体操も一緒にしてくれてすごく嬉しかった。家族ならこのぐらい当然？うん、本当にあなたってすごくいい子ね。これは私からの心からのお礼。本当は一人一個なんだけど、あなたにだけは半分を二個しちゃう。何から何まで本当にありがとうね。あなたのおかげで私とっても助かっちゃった。始める前は不安だったけど、今はやってよかったって心から思えるの。ラジオ体操のことだけじゃなくて、もうずっと最初から本当に本当に感謝してるわ。最初ここがどこなのかもわからなくて、パックとラムやレムと一緒でも不安だったけど、でもみんながいてくれたおかげでへっちゃらだった。それはもちろんあなたもいてくれたから、私あなたたちと会えて本当によかった。次はきっとあなたたちが私たちの世界に遊びに来てね。その時はまた私たちみんなでラジオ体操をしましょう。約束だからね。私の名前はエミリア。ただのエミリアよ。エミリアよ。いろんなことがあってこっちの世界に来ちゃったけど、あなたたちに会えて本当によかった。不思議なものね。マナもあって精霊もいるのに、見たこともないものがいっぱい。ここが異世界なんだ。私の名前はエミリア。ただのエミリアよ。思い出せないことがあるって不安よね。でも私たちは一人じゃないから、一緒に乗り越えていきましょう。私たちの世界とこっちって似てるものも多いのよね。なくてもよかったのにってものもあるのは困りものかな。ピーマルとか。知らない世界に来て不安がないわけじゃないけど、パックもラムもレムもいるから大丈夫。スバルが見つからないのは困っちゃうけどね。パックと二人きりだった頃に比べたらとっても賑やかで楽しい。何よりここであなたたちに出会えた。だから今は不安なんてないんだから。パックはこっちの世界だと寝てることが多いの。私たちの世界だといろいろあったから、こっちに来て安心してるのかな。
微精霊の子たちもあなたのことが気に入ったみたい。精霊に好かれるって珍しいことなんだから、もしかしたら精霊術師の素質があるのかも。レムの料理も美味しいけれど、こっちの世界の料理やお菓子も美味しいわね。美食団のみんなが夢中になるのもわかるわ。なんだか不思議。いろんな人と出会って、いろんな思い出ができたせいかな。私たちがこっちの世界に来て、もう随分と経ってるような気がするの。もっと、こっちの世界で、あなたたちとたくさんの思い出が作れたらいいな。行くわよ、パック。準備完了。行きます。あなたに力を。負けられないんだ。本気で行くわね。それ悪く思うな。この引かぬと言うなら下がって。負けられないんだ。行くね。約束の花園。これ恐縮です。散りなさい。食らうがいい。あなたに参ります。ダムが邪魔をしないと。ちぎれ止め。さすが。動かない獲物の癒しを。行くわ。努力を。砕け散れ。アルケーマ。受けてみろ。面倒なことに。はっ。さあ行こうか。あなたに力を。ダムが行く。ダムが邪魔をしない。ちぎれ止め。負けろ。ここはレムが砕け散れ。アルヒューマ。よくやったわ。行きます。待ってて。約束の花園。感謝します。行くわよ。この者の癒しを。お願い、パック。任された。面倒なことに。悪く思うな。うつ。消えなさい。この本気で行くわよ。食らうがいい。下がって。行くわよ。ダムのお願いを聞きなさい。ダムの邪魔をしないで。ちぎれ止め。お掃除いたします。砕け散れ。アルヒューマ。楽だ。面倒なことに。行くね。約束の花園。恐縮です。動かないで。この気配凍らせます。負けられないんだ。行きます。受けてみろ。ご助力を。砕け散れ。アルヒューマン。すごい。このものに悪く思うな。お願い、パック。ダムのお願いを聞きなさい。ダムの邪魔をしない。ちぎれ止め。さすが姉様。面倒なことに。待ってて。約束の花園。
感謝します。食らうがいい。しとめ。凍らせます。受けてみろ。撃つ。悪く思うな。このものに癒やし。行くわよ。消えなさい。お願いパック。任せるぞ。面倒なこと。食らうがいい。下がって。行きましょう。約束の花園。ご苦労様。凍らせます。ここはレムだ。砕けチェン。アルヒューマン。よくやった。散りなさい。ダムのお願いを聞きなさい。ダムの邪魔をしない。ちぎれ止め。はっ、いい感じね。失望を隠すのが大変だわ。勉強も終わったし、ちょっとだけ休んでもいいよね。この世界は銀髪でハーフエルフでも受け入れてくれるのね。なんだか嬉しいな。勉強も終わったし、ちょっとだけ休んでもいいよね。パック以外から家族って呼ばれたの初めて。ちょっと嬉しいかも。この世界は銀髪でハーフエルフでも受け入れてくれるのね。なんだか嬉しいな。パックの可愛さに匹敵するかも。ねえパック、にゃんにゃかにゃかにゃんしよっか。歌で精霊を召喚する召喚術か。こっちの世界の精霊術は変わってるのね。契約の対価が歌って
ってことになるのかしら。実はあんまり歌は得意じゃないの。バケツ先生と特訓してるんだけど。歌で精霊を召喚する召喚術か。こっちの世界の精霊術は変わってるのね。契約の対価が歌ってことになるのかしら。私たちの世界だと精霊によって違うの。お話だけでいいっていう子もいるし、もっと複雑な対価を求めることも。うん、だからとにかくいろいろかな。歌で精霊を召喚する召喚術か。こっちの世界の精霊術は変わってるのね。契約の対価が歌ってことになるのかしら。精霊との契約には素質の他にも精霊との相性もあるし。じゃなくて、あなたが精霊使いと契約したいの？それはちょっと無理があるんじゃないかな。そういえばマヨネーズっていう調味料なんだけど、ランドソルにもあるのかしら。もしないんだったらラムに作ってもらってランドソルに広めちゃおうかな。そういえばマヨネーズっていう調味料なんだけど、ランドソルにもあるのかしら。そうなんだ。実は有名な調味料だったのかしら。スバルが禁断症状に苦しまなくても済みそうでよかった。そういえばマヨネーズっていう調味料なんだけど、ランドソルにもあるのかしら。好きだけどマヨラーではありません。マヨラーってマヨネーズがないとおかしくなっちゃうんでしょ。スバルがなってたもの。そうそう、もうラムとレムの区別はしっかりつくようになった？うんうん、双子って言っても仲良くなればわかるようになるわよね。例えば？仕事ぶり？そうね、ラムはたまにサボり屋さんよね。
そうそう、もうラムとレムの区別はしっかりつくようになった？双子だからよく似てるものね。でも髪の色だけじゃなくて喋り方や性格も違うから、いっぱいお話ししたら分かるようになるんじゃないかな。そうそう、もうラムとレムの区別はしっかりつくようになった？よかった。最近はレムも漢字が変わったから分かりやすくなってるのかも。スバルのおかげだと思うんだけど。今の話、あの子たちには内緒にね。ラムとはお話ししたりしてる？ちょっと人見知りなところもあるけど、とってもいい子だから仲良くしてあげてね。そうそう、人見知りなの。すごく仲良くなったら優しいのがわかると思うから、スバルともすぐ仲良くなってたものね。ラムとはお話ししたりしてる？ちょっと人見知りなところもあるけど、とってもいい子だから仲良くしてあげてね。レムとも仲良くしてくれてるみたいでよかった。その調子なら大丈夫そうね。安心した。ラムとはお話ししたりしてる？ちょっと人見知りなところもあるけど、とってもいい子だから仲良くしてあげてね。あ、実は私ももっと仲良くしたいとは思ってるの。でもやっぱり主従関係ってことで距離があって。はあ、サレンさんとスズメちゃんみたいにはなかなか行かないわよね。パックのこと？うん、やっぱり気になるわよね。こっちの世界だと似た存在もいないみたいだし。パックったらまたそんな冗談言って。歌って踊れるのは本当だけど、アイドル猫って変なことばっかりなんだから。パックのこと？うん、やっぱり気になるわよね。こっちの世界だと似た存在もいないみたいだし。すごく可愛くて気さくだけど立派な精霊なのよ。でも仲良くしてあげてくれると嬉しいな。
パックのこと？うん、やっぱり気になるわよね。こっちの世界だと似た存在もいないみたいだし。本当は猫じゃないんだけど、ランドソルだと精霊は珍しいみたいだから仕方がないのかな。私の関係？なんて言ったらいいのかな。うん、それが一番近いかも。って、自分で言っておいて、どうして驚いた顔してるの？あ、私がモフモフしてないから？髪の毛触ってみる？と私の関係？なんて言ったらいいのかな。可愛く見えるかもしれないけど、パックは精霊だからね。どちらかというと保護者かしら。もちろんパックが私の保護者ね。私の関係？なんて言ったらいいのかな。相思相愛ではあるけどね。もっと大切な家族かな。サレンディア救護院の人たちも、美食殿の人たちも、レムによくしてくれてるみたいで嬉しいわ。初対面で鉄球を見ちゃうとそうかも。レムは確かに強いけど、美食殿のみんなもかなりのものじゃない？だから、あまり怖がらないであげてね。サレンディア救護院の人たちも、美食殿の人たちも、レムによくしてくれてるみたいで嬉しいわ。ロズワールの屋敷でも、家事全般何でもこなしてたもの。ルグニカにいた頃もそうだけど、ランドソルでも本当に助かってるわ。私も、何かして恩返ししなきゃね。サレンディア救護院の人たちも、美食殿の人たちも、レムによくしてくれてるみたいで嬉しいわ。ありがとう。でも、こんな風にラム以外に心を開き始めたのって最近なの。その原因のスバルってば、今どこにいるのかしら。
ランドソルって面白い国ね。ギルドなんて仕組みを国に取り入れてるなんてかなり珍しいと思うんだけど。え？いいの？でもケルちゃんの話だと美食伝の活動って確か魔物を食べたりって。魔物って美味しいのかしら。ランドソルって面白い国ね。ギルドなんて仕組みを国に取り入れてるなんてかなり珍しいと思うんだけど。私が？それも面白そうだけど、王選候補者が勝手にそんなことしていいのかしら。ラムたちに聞いてみてからにするわね。ランドソルって面白い国ね。ギルドなんて仕組みを国に取り入れてるなんてかなり珍しいと思うんだけど。そっか、そうよね。ランドソルの仕組みはそこに住む人には当たり前。外の世界を見て回るのってやっぱり勉強になるわね。話だと私たちがいたのとは別の世界ってことだけど、マナはこっちの世界にもあるのね。ううん、そんなことない。そのおかげで私たちは魔法も使えるし、パックも動けるんだから。オドを使ってのパックの召喚は最後の手段だし。話だと私たちがいたのとは別の世界ってことだけど、マナはこっちの世界にもあるのね。何って改めて聞かれるとうまく説明できないかも。魔法の元になったり精霊のご飯になったりするもので。ごめんね、ロズワールならもっとうまく説明できるんだろうけど。パックの話だと私たちがいたのとは別の世界ってことだけど、マナはこっちの世界にもあるのね。ええ、パックたち精霊はマナがないと活動できないから。でもそのおかげでここが別の世界って言われても実感できないのかも。さんとコッコロちゃんだけじゃなくて、ランドソルにはエルフが多いのね。ルグニカだとエルフは街には出てこないから。うん、本当、ランドソルって私にとって奇跡みたいな国。その中でもあなたたちに会えて本当によかった。
サレンさんとコッコロちゃんだけじゃなくて、ランドソルにはエルフが多いのね。ルグニカだとエルフは街には出てこないから。そうなんだ。機会があったら行ってみたいな。もちろんサレンさんやコッコロちゃんも一緒にね。サレンさんとコッコロちゃんだけじゃなくて、ランドソルにはエルフが多いのね。ルグニカだとエルフは街には出てこないから。確かに他の種族に比べたら多くはないけど、結構見かけるわよ。私が気にしてるせいもあると思うけど。銀髪もハーフエルフってことも気にしないで街を歩けるなんて、ここって本当に別世界なのね。今日はすごく羽を伸ばせちゃいそう。コッコロちゃんまで狙われることになるなんて。こうなったら私がコッコロちゃんを守らなくちゃ。そのためにいつも一緒にいないと。うん、これは仕方がないことよね。異世界に来てまで悪さをするなんて、そんな悪者は私が許さないんだから。